今回は弊社が使っている製品の中からペーパーアングルを紹介したいと思います。ペーパーアングルは古紙を原料とした紙製の板材で、このように直角の形状になっており、角当てに使用します。板紙を何層にも接着しプレス成形することで硬さと強度を出しています。それでは使用方法を見てみましょう。製品の入った段ボールを紐や PP バンドで結束する場合、結束強度が強いと段ボールが破れて紐やバンドが食い込んでしまうことがあります。ペーパーアングルを角に当てると結束を面で受けるため食い込みを防ぐことができます。パレット輸送する場合、荷崩れ防止にストレッチフィルムを巻きますが、この時ストレッチフィルムの張力で段ボールの角が潰れてしまうことがあります。これによってストレッチフィルムが緩んでしまい、荷崩れの原因になることがあります。ペーパーアングルを角に当てることでこのような潰れを防ぐことができますし、輸送中にぶつけた時などの破損も防ぎます。ペーパーアングルは厚み、L 字の長さ、全長などに種類があり、別注でお好みのサイズを作ることもできます。また L 字でない平板や V 字に加工して円柱型の製品に対応したものなどがあります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。以上、ペーパーアングルの紹介でした。